はい、皆様こんにちは。今日も、約数万人ほどの支援者の方にお集まりいただき、花見と雪はもう一発であります。日本改革党福沢良治と申します。日本改革党という政治団体もうとっくにあるんじゃないかで思って、問い合わせしたらまだないということで、日本改革党という政治団体を作れました。誰もですね、日本を改革しようとかそう思ってなかったんだな、気づいてなかったんだなって思いますけれども、今共産党さんが一生懸命何やらやってましたけれども、一体何をやっていたのかわかんないであります。この度ですね、外国人留学生バイトできない、コロナでバイトができなくて生活に困っている外国人留学生に10万円あげますなんてことを日本政府が決定しておりましたけれども、あれは正確にはですね、外国人にもあげますと。日本人の学生さんも困っていると申請してくれたら10万円あげますと、そういうことらしいんですけれども、日本人の学生にはですね、大体満額奨学金足りますと450万円足りることになってですね、返済が600万円超えるそうであります。で、大学を卒業してもですね、30過ぎまで40近くまで奨学金の返済をやっておく、そういう若い方ですね、借金背負ってる状態でなかなか結婚したいとか子供を作りたいとかそうは思わないんですよね。日本人学生にはその仕打ちなんですけれども、それを行っている機関は日本学生支援機構という文科省の外局でありますけれども、やってることはただの金貸しでありまして、日本人学生を支援する気がちっともないな、私は見れております。それに比べて外国人留学生にはどういう待遇を与えているかというとですね、学費補助、生活費補助、医療費補助、会員の飛行機代まで上げているそうであります。そして今回さらにですね、バイトできない、そうか困ってますよね、10万円のお小遣いをあげるという、至るに尽くせりで、それを日本政府が嫌がっているかというとそうでもなくて、今コロナの入国制限でストップしているですね、留学生15万人希望者いるそうなんですけども、なるべく早く入国できるように文科省の外局がですね、飛行機のチケットの手配をしてあげるという、至れり尽くせりまでやってあげて留学生を日本に呼び込もうとしております。先ほど生活費、学費、家賃、医療、渡航費、お小遣い、その他もろもろで外国人留学生1人当たりですね、年額約380万円税金の支出があります。これは月額にすると32万円ってことになるんですけれども、なかなか手取りで32万円稼ぐのは日本人でも大変であります。大卒の方でもなかなか大変であります。手取り32万っていうと額面で40万円ぐらいいっていかないとそのぐらい上りません。それを外国人留学生はまるっともらってですね、学校にも行かずバイトに明け暮れる人生を送っています。大体おかしいじゃないですか。コロナでバイトできないから困っているだろうから10万円あげます。バイト
することがなぜ前提なのか。外国人留学生って日本に勉強しに来てるんですよね、バイトしに来てるんじゃないはずであります。私の若い頃はですね、まあ、バブル終わった頃ですけれども、お金持ちの家のお嬢さんやお坊ちゃんもですね、お次がそんなによろしくなくて大学に行けないと、でも高卒では格好がつかない、ということですね、外国留学を親がさせてですね、外国のよくわからない学校卒業というですね名前をつけて格好をつけておりました。ですので私なんかの昭和のおっさんからすると、留学生なんていうと、あ、お金持ちの息子さん、お坊ちゃん、お嬢ちゃんと思うんですけれども、日本に来る外国人の留学生はそうではないようで、バイトしないとすぐに困ってしまう、お小遣いをもらわないと生活に困窮してしまう、こんなのおかしいですよね。困窮留学生って何ですか。そんなね、最初から生活が破綻しているような方は留学なんて贅沢金やらないでもらいたい、最初から留学して来ないでもらいたい。留学っていうのは自分の国の学問では満足できないとか足りないから日本に来て勉強しているわけでして、バイトできないからすぐ困る困窮留学生って言葉ですね、清純派 AV 女優であれば清掃系ギャルであるとかですね、納金の東大生とかそのぐらい矛盾してるんですよね。困窮した留学生なんて世界中日本にしかいないですよ。よその国で引き受けてる留学生は皆さん困窮してませんよ。この話をするとですね、まあ、日本人のあのお知り合いの中でも、私の知り合いはイギリスに留学にするときに借金して行きました。であるとはですね、いくらいくらかかると、入国のときに払えるとか生活は大丈夫か審査がある、そんなようなことも教えていただきました。日本政府は来る飛行機の手配までしてやって国内に入れてですね、まあまあ困ってたからお小遣いもあげる、至るに尽くせる、よその国と違いすぎます。アメリカの公立学校は留学生に関しては学費が2倍から3倍だそうであります。その理由として、お前らは勉強してもアメリカのためにはならないという説明をしており、勉強にアメリカに行く人もアメリカ人たちもその説明で納得してますよね。それが普通だと思います。どうして至れり尽くせりしてお小遣いまで上げて日本の科学や学問を外国人に流さないといけないんでしょうか。日本に何の得があるんでしょうか。その外国人に対する留学生に対する手厚い保護は全てですね、ゴミのような学校を存続させるためのお金であります。少子化だ少子化だ、86万人しか今年は生まれなかった、そういうことをやってるのに、なんかよくわからない日本語学校とかばかりが増えております。生徒はほとんど外国人留学生で、まあ授業にもこずいですね、バイトに明け暮れているわけなんですけれども、誰にとって得があるのか。これは文科省の官僚どもが天下り先を存続させたくて
やっているものであります、もちろんですね、巨額の税金がそこに投入されておるわけですけれども、文科省の官僚っていうのも、まあ、東大出てる人も多いんでしょうけれども、地頭は悪いですよね。自分らの小屋の方がその余計な税金に苦しむことになるとは考えられない。今さえ良ければいい、というですね、先の見通せない地頭の悪い連中ばかりであります。あとですね、外国じゃないや、学校はですね、役職なんていうとですね、退職したメディアの社長や専務や常務などの定位置でありまして、学校とか大学のことをテレビや新聞はあまり叩きません。そういえば朝日新聞に有名な嘘記事ばかり書いてる上村隆という記者がありますけれども、そいつもなんか北海道の大学で名誉教授かなんかで迎えられておりましたよね。ゴミ学校を作りまくって、ほとんど学生は外国人だらけで、授業にも出ずにバイトばっかしているような状態をテレビ新聞が語らないのは、自分なりにも利益があるからであります。鳩山由紀夫なんかもどこかの大学の教授だらになっておりましたけれども、あと若宮慶文という朝日新聞の主筆なんかも中国の大学の顧問かなんかになっておりましたけれども、まあまあ文科省とテレビ新聞が組んでクズ学校、ゴミ学校を増やしまくっている、自分の居場所として、そのために日本人がの学生だけでは全く足りない。1年間に86万人しか生まれてない、そうすると全部で86万の席しかない、ならば外国人だなんてことを考えたらしく、留学生30万人なんていう提案を文科省はして、じり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 増えております。数年前は留学生の総数は全学年合わせて12万8千人ぐらいでしたけれども、今回留学希望者15万人ということですから、1学年でそんだけですから、今はだいぶ増えていこうかと思います。その人ら全員ですね、彼に必要のない補助金をどん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 注ぎ込んで、ゴミ学校、クズ大学に通わせて、本来潰れるべき倒産すべき学校を自分の居場所として無理やり存続させている、これが日本の学校行政であります。困窮するような留学生は来ないでもらいたい。1時間もバイトをしなくても困らない、お金持ちのお坊ちゃんお嬢ちゃんにだけ日本には勉強しに来てほしい、そしてそれが本来あるべき姿だと私は考えます。日本改革党の参院選で訴える予定のことに今すぐやめるべき、憲法9条今すぐやめるべき、外国人生活法今すぐやめるべき、その次にですね、外国人留学生の超優遇はやめるべきと訴えさせていただく予定であります。街中でこんなことを大声で言ってると当日の会の共産党さんに殴られそうですけれども、別に殴られてもいいかなと思っております。今日は皆様数万人の皆様
よくお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。